本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。東京ソワールは、婦人フォーマルウェアの製造、販売、アクセサリー類の販売をしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。MIT ホールディングスは、IT 技術をベースとした情報サービス事業をしている会社です。急騰した理由は、子会社のビーガルがドコモのビジネス DX ストアに、6月1日から DX 電子カタログのサービス名で提供すると発表したからです。ランタイムは、複合カフェ、自由空間などの経営や、フランチャイズに関わる事業、不動産物件の管理などをしている会社です。急騰した理由は、青木ホールディングスを割当先とする第三者割当増資の実施を発表したからです。ミューチュアルは、医薬品、化粧品向けの製造装置及び自動包装機械の設計、製作、輸出入販売、設備ライン化のための機械設計及び製作などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、マーキュリアホールディングスの子会社であるマーキュリアインベストメント系のエムズがミューチュアルに対し、非公開化を目的に TOB を実施すると発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。